株式会社全音楽府出版社は音楽関連の事業を展開する日本の企業である。主な事業は楽譜や音楽関連の書籍の出版、及び楽器や関連小物の製造販売、音楽教育など。1931年に創業。本社は東京都新宿区。全音楽府出版社の楽譜は音楽の友社のものと並んで、日本では広く普及している。 2004年より、オイレンブルク版スコアの日本版の販売も始めた。これは、従来のような、提携先の出版社の版型をそのまま流用した、ライセンス出版ではなく、日本独自の工程版であり、解説の充実とともに注目されるべき、良質のプロダクションである。また、古くから、ソビエトの出版社と提携関係にある、シコルスキー社と関係し、 ロシアソビエト音楽のスコアを多数発売している。例えば、ショスタコービチの公共曲第10番は、日本初演直後の昭和30年代にはすでに日本で出版しており、1990年代当初より、ショスタコービチの作品全集のライセンス販売を積極的に行ってきた。近年は、プロコフィエフやハチャトゥリアンの公共曲や、 競争曲のスコアのラインナップも充実してきており、2006年12月には、長く待たれていた、ハチャ・トゥリアンの公共曲第3番、宿典誌曲の出版を成し遂げた。また、日本の作曲家の作品の出版にも、積極的で、芥川康や伊福部明をはじめ、西村明や池部慎一郎から、新実特営といった現役の作曲家の作品まで、幅広く、ラインナップに含んでいる。 楽器事業では、音楽教育向けのリコーダーや鍵盤ハーモニカ、ピアニー、打楽器などを製造販売しているほか、モラレスブランドとしてギターも製造し、エレキブームの際には、モズライトギターのコピーモデルが人気を博している。楽器事業としては後発だったため、販売開始当初クラシック音楽家の肖像画を描いたカレンダーを作成し楽器を購入した学校に、 おまけとして配布したところ好評を博し、学校の音楽室に肖像画が掲げられるようになる。後に、文部省が1967年に教材基準を整備するにあたって、音楽家の肖像画を含めるようになり、商品として世界大音楽家肖像画集が扱われるようになっている。2014年3月、 株式会社全音楽不出版社の発行済み株式の全部を株式会社可愛楽器、製作所が取得、完全子会社化した。ありがとうございます。